回をみんなで食べたいなと思いまして、あの結構多分 YouTube とかでもあの皆さんお料理で紹介されてる方いると思うんだけど、このたこ焼き器を使ってあのシューマイの皮をねこうペロって置くわけで、その上からその中の種を入れる、埋めてって焼きながら食べるっていう、うわめっちゃいいじゃんということで、はい、腹立つな、はい、中身を作りますんで、うちではよくあの結構お肉ひき肉だけだと硬くギュッてなっちゃって、まあ肉肉しいのが好きな人は全然それでいいんですけど、ちょっとお豆腐もひき肉と合いびき、ね今日は赤、赤身じゃないか、豚肉のひき肉です、合いびきではなく、はい、はい、と今日はお豆腐もだからちょっとふんわり、へえ、麺、木麺です、今日は少しね、はい、ちょっと入れつつ、あと玉ねぎとニラと、うん、生姜をたっぷり入れて、やっていきたいと思います。はい、じゃあこれをブンブンお願いします。ブンブンね、ブンブンでいっぱい野菜入れましょう。伊藤麻子さんと、うん、私あの電波少年行ってて、電波少年の中の15少女漂流記っていうのにちょっとだけ出させていただいたときに、最後残ったメンバー15人で挑戦して残ったメンバーが CD デビューできるっていうのがあったんです。でそれで一応15人、チョッパー、ゾンビチョッパー、ゾンビチョッパー、いやあチョッパー始まっちゃった、チョッパー対カズの戦いで戦えるで、15人中8人残って、うん、それで15分の8って書いて8パー15っていう、うん、アイドルグループ、うん、一応そういうグループで、うん、あのデビューしました、うんうん、作詞作曲久保田俊信さんでございます。わあすごいよね。で私と伊藤麻子さんが歌ってる部分が、うん、はい、オンレロンレロンレロンだけです。歌も、ね、それの始まりが、ブンブンブタンブン、気分サバイ、眉の間もゆるくゆるく、いい、ブンブンブタンブン、気分サバイ。なるほど、ブンブンチョッパーからのブンブンです。ブンブンの話だった。インスピレーションされた。黒沢さんやっぱ持ち歌だからさ、うん、めっちゃ歌ってたよね、カラオケ。うまい、うまいよ、でもうまい、うまい、うまい。痛い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 、うわ、目痛い、目痛い、一回ジャブジャブしてくる、それ痛いよね、痛い痛い痛い、無理だろ、ジャブジャブしていきまーす、うん、やばいやばいやばい、こういう目になってます、こういう目になってます。あ、黒沢さん、じゃあこれこれこれもらいつつ、これ豚肉ですか。はい、今日は豚肉、豚のひき肉、豚はやっぱ旨味も出るしね、いいかも。軽めが好きな人は鶏肉も一緒に半分にしても美味しい。卵じゃあ入れますね。卵1個、卵1個、いい、かめかめ、お塩入れるね。へえ、結構入りますね。結構いったね。あ、笑ったのに。これでやろうとしてたのに。もう記憶がないわけよ。ないわ。まいったね。まいった、記憶がないね、本当に。記憶ないよね。記憶ない。今日さ、このいろいろさ、私みんなにシュウマイ食べてほしいからさ、うん、準備してたの、調味料も家でさ。あのマザーで全部買ってくるのよね、めんどくさいから家にあるやつをタッパに詰めてこようと思ったんだけど、それ全部忘れちゃったの。詰めてやったきたの、うん、うわ詰めて忘れてきたの、冷蔵庫に入れて出たギリギリまで置いておいたら、やっぱ黒沢さん方式でいかないとね、全部紙に書いて、そうこう靴の上に置いて、そうだね、でもそのバッグも忘れるから、うん、その中にもう鍵を入れておく、閉める鍵絶対にあの必要なものを入れておく、そう鍵を入れてそこで閉められないもん、ね、そう一回バッグ持ったらバッグ持って置いてそのまま忘れるからそうだよね。お酒も入れます、ちょっとたっぷりね、結構入れるね、うん、あの旨味がね、結
結構ゆるゆるになってるけど、まあ、ゆるくていいです。全然ゆるくていいです。まあでも酒に関してはいくら入れてもうまくにしかならんから、うまみね。そうそうそう、大丈夫。もうこれでもういいの、しっかりこねてくれれば。じゃあまた焼くだけよ。もうじゃあ置いていきましょう。はい、よし、じゃあ大島さんに皮をペロペロ乗っけてってもらおう。これこうやるんだ。ああなるほど。そうそうそう、なるほど、はい、で1個ずついけばいいのか。あ、いいね。そうそうそう、私たちさ、はい、小籠包とか好きじゃん。好き。だからこの熱々で焼きたてが食べれるっていうのすごい向いてると思う。向いてると思う。もう見えた、見えちゃった。何が見えたの？食べ終わっても腹減ったって言ってるまだ焼いてもらえるのに。3人が怖いね。怖いね。いやこれだから釜が60で足りるのかも決まんないわ。60か、厳しいんだよね。いやだから一応トマトとか持ってきたんだよ。トマトじゃどうにもならないでしょ。全部いっていいのね。うん、あでも野菜ね入れようか。野菜はまた後でいいんじゃないか。野菜のことあんま信用してないからさ野菜の信用ない、うん、好きだよ、好きだけどさ、うん、でもねもやし焼いて食べるの美味しかったよ。ほらよくさ、なんだっけ、浜松餃子とかさ、うん、もやしついてきたりとかするじゃない、付け合わせで。浜松餃子の話する話するって、そんな大して宇都宮餃子の人だったから浜松の話だって。宇都宮はやらないでしょ、もやしとか。じゃ見たことない焼けんだろうな、本当に焼けんだよ。これ時間かかんじゃねえのか、腹減る。まあちょっとね、今これカップラーメン食いたいよ腹減っちゃってこれどうする。そうね、最初締めとこうか。結構あれにしてるけどいいの、満タンに。うん、おおうん、うん、ガンガン最初時間が早いにしてるけど。そうそう、どうなってっかな。ちょっとチリチリ言ってきてる、ね、言ってる言ってる。あとすぐで、うん、発症器がちょっと、ああこれ家から持ってきました。煮干しの箸置きです。間違えて食べそうね。煮干しだよね。カチカチですか、本当にリアルカチカチですか。これどうした、買ったの。これもらったの。へえ、かわいいよね。かわいい、うん、煮干し、うん、眉毛面白いね。どうしたの。いい眉毛してんね。俺の前で見てあの白ワインに手がいたあれ、眉毛あんね、この子っていう犬の眉毛みたいもうちょっと左。あ、そうさいるいる、やだ、ね、眉毛描かれた犬みたいな、ワンマンのね食べるか、食べるか、いいんじゃない、うん、せーの、よし、いいね。いいぞ、いいよ、見て、もういいと思う。いい、アップアップ、写真写真。そのさ、じわじわ言ってんのがいいよね。でずっと熱々でさ、食べれるからさ、うん、そうだね。そうなんだよ。じゃあみんな顔近づけ、せーの、写真撮ってもらおうか。サムネ、どっち、これ、上もください、上ください。お父さん、そんな手袋面白いねありがとうございます。ありがとうございます。食べて食べて、ね、よし、いいよね、これ。いや、いいの食べました。せーの、いただきます。いい、初だな。うまっそう。うわ、ちゃんと焼いてる、焼いてる。見て見て、これ見て。強いところからいって。ほら。あ、そう。うわ。あ、食べる。熱いからね、気をつけてね。先いいよ。うわ。いいからか。お、カリカリ。うまっ。これ見て、はい。うわ。うわ、ここ。うん、うまい、うまいいただきます。うまい、うまい、うまい、うん、これ美味しい。辛いよね、なんかすごく辛いね。これむしろやらせてもらう、すぐに、すぐに家でやらせてもらう。いいよね。最高、最高ですよ、これ。ずっと美味しいのよ、これ。あの、皮もさ、そんなにだからさ、うんうんうん、大きさがちょうどいいの。うん、ほんとかなるほどね。あ、飲むの忘れたね。やめてよ、やめ
全然やめてやっぱダメだな、熱いうちに入れちゃうと無理しちゃうね、うん、危ない。でも熱いうちに食べたいんだよね。そうなんだ よ、ね、もう若くないからさ、でもあうまい。もう自分が癒やしいなと思ったのはさ、うん、もういつも思うんだけどさ、うん、肉入ってそうなやつから選ぶんだよね。うわ癒やしいね。1個の量がそうそう、肉をさ多めに入れちゃってる、うん、ムーさんはまあ均等に入れてるだろうけど、うん、ちょっと多めだろうなっていうやつから取ってるの癒やしいなと思った自分のこと。あれ子供とご飯食べるときはどうするの？それは譲るのやっぱり。あ普段ね、うん、なんだろうな、ね、やっぱりこのやっぱりもう何十年もいる人たちだから心を自分が子供に帰るじゃないけど、さすがに本当の子供の前ではできない、ね、できない、うん、それそんなに鬼じゃない。そんなやつに育っても欲しくない。欲しくない、うん、欲しくない、ね、人に譲れるような、うん、そんな人に育ってほしいと思ってる。ああ、はい、いいね、いけるかも。よーし、神さん来るぞ。6個ずつ、あ、ね、先に4つ、うん、あ、いいよね、はい、ちょっと焼けた。よーし、じゃあいただきまーす。いただきまーす。ちょっと見てみよう。あ、もやしの水分が出てる。本当だ、水分出てる。あ、いい感じかも。もやしの水分が、うん、うわー、うわー、はい、こっから来るスピードが早いな。もやしの食感がめっちゃうまい。おー、どれもやし、これ細かくして入れても美味しいよ、このきっと。豆の食感がめっちゃうまい。あ、そう、うん、豆もやし、うん、あ、うまいね。うん、うん、お、レンコンとか入れても美味しいしさ、うん、食感系のさ、うん、入れたらまた美味しい、美味しい、半分でいいかもね、うん。次は何入れましたみたいなさ、うん、うん、おー、食感ね、ね、うまっ。もう上からいっちゃっていいか、うん、一緒だね、うん、野菜だから。よし終わっちゃったから、うん、隣のテーブルの早く来た中華見てるみたいな。いいんじゃないですか。いいね。うわ、最後だね。はい、これそれがデザートだね。デザート、うん、いただきます。ウィナーです。ウィナー、ウィナーゴール、ウィナーゴール、なんていうの、ゴールした後にこうやって走るやつ。ウィニングラン、ウィニングラン。分かんなかった。分かんなかった。よく分かったね。普通のもやしも美味しいけど、豆もやしだとさ、うん、食べ応えがあるからさ、うわ、おいしい。結構さ、うんうん、なんかこう、満足感がある。うまい。飲んだ汁も、うん、あー、うまかった。汁回ったな、汁も、うん、倍いけたね、うん、じゃあ、もし次シューマイやるんだったら、うん、30枚、1、2枚って考える。そうだね、うん、我々よく食べる人はそう、そう30枚あってもいいよ、あってもいいよ、うん、1人ね、うん、よし、じゃあご参考になるか。いやー、ごちそうさまでした。美味しかったです。以上、もやさん中でした。